はいはい、間狙ってくるのちょっと怖いな、それ。ちょっとピケ行こう。ピケ行こう、しっかりブロックして、しっかりしてくれんじゃん、ブロック。気持ちいい。はい、どうも、グレダットでございます。という感じ、やっぱり来たー、ピケー。いやー、ほんとにショーダウンのね、ピケでございますね。この選手はですね、身長194センチ、足高い、守備式普通、利き足右、スキルムーブに逆足3となっています。現在14万円ぐらいで作成することができまして、で、この選手はですね、現実の世界でバイエルと戦って、まあ、勝てば上がるかなっていうアイテムとなっていますね。まあ、上がったら嬉しいですね。はい。という感じで、能力見ていきましょう。はい、という感じで能力ですね。いいよー、PK ペースバッグソ上がってるな。いや、嬉しいところです。で、プラスね、まあ、守備フィジカルっても高いのもいいんやけど、あと、パスとかドリブルのリアクション冷静さも高いし、パスも上手いっていうのがやっぱり、ね、俺高評価やと思います。パス上手いのいいよね。はい。で、ウィークポイントが、まあ、バランスだったりとか、敏捷性だったりとかっていうところかな。大きく多分そこら辺かなと思います。動きにくさっていう部分が、うん、この選手がなのかなと思いますね。はい。という感じ、選手特性なんですけども、リーダーシップとなっています。連携スタイルなんですけども、まあ、ちょっとペースが圧倒的に遅いとは思うので、これでも、うん、シャドウがいいとは思います。うん、アンカーじゃなくてシャドウでいいと思う。90も乗れるし、うん、これが一番いいかなと個人的に思いましたね。はい。で、スカットなんですけれども、スペインとラリーが、バルセロナでも何でもできる。ミドルイケミはもうバチクソ組めると思います。ほんで、バルセロナやし、めちゃめちゃ組めると思う。なんで困ることはないと思います。はい。で、置き場所はまあセンターバックはセンターバックっていう感じで、まあそこでいいかなと思いますね。まあ、いいよ。うん、でかいしね。はい。という感じで映像見ていきたいと思います。はい、ということで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあまずはね、操作性から見ていきたいと思います。じゃあ操作性ですね。重めだが体が大きく反応が非常に良い操作性というところで、まあね、ジョッキーだったり含めてね、ちょっと重めかなっていう部分はあるかもしれないんですけどもね、その分ね、体の大きさゆえにね、かなり反応もいいし、しっかり弾いてくれる。この浮いたボール弾くのマジ、あ、すげえなと思った。うん、こことかもね、ちょっと様子見ながらブロックしつつ自分でいけるみたいなところもできるんで、弾きもいい。本当に弾きもいい。ボールブロックがマジでいい。で、ボールをカットするときもね、かなり足元でカットしてくれるので、かなりいいよ。本当にフィジカルもあるし、小柄な選手に関してはフィジカルで潰してくれるし、ピケ強えなと思って思いました。シンプルに強かったと思います。はい。という感じで次は AI ですね。バランスよく守り、気持ち高めの AI というところで、あの、エアに関してはね、結構バランスいいかなとは思ったかな、俺は。こういったところとかしっかりね、危ないところいてくれて、しっかりカットもしてくれるし、気持ちはね、高めな気はする。あ、ボール取った後、ボールを奪った後のビルドアップの時が結構ね、早めに高く上げるので、そこら辺がちょっと気をつけないといけないところかなと思いました。ただ、AI、趣味の AI は俺は全然良かったというか、かなり良かったなと思います。ちゃんとついてきてくれるしね、後ろに、うん、裏抜けされてもついてくれるし、まあ、こういったところとかもね、しっかり刈り取ってくれるし、で、AI のボールカットもしっかりね、取ってくれるっていう部分があるので、俺はかなり AI はいいと思いましたね。こことかね、しっかり裏抜けに対応してくれるし、PK いい。ここもカットしてくれる。でかいからね、こういうのもしてくれると思ったのめっちゃいいかなと思いましたね。次は良かった点ですね。体の大きさを生かした刈り取りブロックというところで、ピケ、これがやっぱ強い。ファンダイクみたいな感じのやっぱ強さがある。やっぱでかいし、刈り取ってくれるし、みたいな。で、クロスも対応できるし、ブロックもしてくれるし。ラリーガで多分一番強いんじゃないかなって俺は思ってるんですけどね、今のところ。コロナ選手は相手にならんっていう感じはしました。はい。という感じで次はですね、悪かったところですね。ビルドアップ時のポジションというところで、結構早めというか高めに取ってしまうので、ピケそこはちょっと不安かな。なんでボール奪った後、ピケをまず見るとかではなくて、まあ他の選択肢を見てからやった方がいいのかなと個人的には思いましたね。ここら辺もいるしね、高い。はい、ということで比較していきたいと思います。ピケ選手でございますね。いやー、14万ぐらいで購入できて、これやっぱ強かったね。やっぱ強いと思ったけど、やっぱ強い。で、ショーダウンの選手なんで、まあ、勝ってばね、プラス2されるし、まあ、引き分けでもプラス1なんで、にしてもちょっと強いわ。ああ、いい。この選手やっぱいいよ。競り合いもそうやし、カットもめっちゃしてくれる。めっちゃいいと思う、俺は。はい。
という感じで一人目比較していきたいと思います。はい、一人目がねミリトン選手でございますね。48万円という形になっておりますね。はい、能力見ていきましょう。で、能力なんですけども、まあペースがね確かに負けてる部分ではあるんですけども、まあそれ以外の部分ですね、パスだったりとかディフェンス部分だったり、やっぱそこら辺がやっぱ引い出てるので、やっぱいいなと思いました。まあ、リアクション数値とか冷静さも高いんでね、やっぱ比較してもミリトンよりも絶対これ明らかいいもん。うん。で、懸念があるとしたらワークレートがね高いなので、やっぱここら辺がちょっと気になってくるのかなと思います。はい、という感じでもう一人比較していきたいと思います。はい、でもう一人ですね、ファンダイク選手でございます。40万ぐらいで購入することができます。いやー、 TOTW ファンダイクやね。はい、能力見ていきましょう。まあ一緒なんよね、結構一緒。もうフィジカル部分が、まあ、スタミナ部分勝ってるのかなっていう部分ではあるんですけども、まあ、ディフェンス部分は、まあ、結構似てるし、あと、敏捷性とかもね、かなり扱いやすいっていう部分かな。うん、パスも上手いしね。やっぱ、ファンダイクと比べてもやっぱ強いっていう感じはします。まあ、ペース部分はね、ファンダイクめちゃめちゃ速いとは思うんですけども、使ってる感じはね、マジファンダイク、まあ、ラリーガ版ファンダイクのような、ほんとそんな使用感でめちゃめちゃ強かった。あー、これピケはいいよ、とか、ラリーが多分一番な気がする、俺は。という感じで最終評価していきたいと思います。はい、ということで最終評価していきたいと思います。でね、やっぱ使ってみた感じね、ピケ強いわ。ラリーガのピケはね、やっぱね、前の FIFA21 も強かったんやけど、この作品ではやっぱ強いね、特殊いいわ、強いと思います。はい、という感じでピケ選手の最終評価は星8つです。という感じで、まあ、ピケはね、つけていいと思ってます。うん、多分ね、出てこないと思う。Y 以降も多分使えるような選手になるんじゃないかなって思いますね。FIFA21 もやっぱ強かったよ。FIFA22 でも強い。普通にピケは強いわ。誰が使っても強いんじゃないかな。まあ、ほんとワークレートがね、気になるぐらいかな、本当に。なんで、全然つけてもいいかなと思いましたね。はい。という感じで、この動画もし参考になれば高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。